シエリさん、プレゼントキャンペーンの当選者リストができたよ。このエクセルの住所録をこのテンプレートに入れておいてね。早めに発送したいから今日中にできるかな。おも、わしに任せるのじゃ。エクセルは本来住所を管理するソフトではないのじゃが、住所録として使っている会社もまだまだ多いのじゃ。どれ、このエクセルのデータをこのテンプレートにコピペすればいいのじゃな。簡単簡単。ん？都道府県だけ別のセルに入れねばならんのか。郵便番号が6桁しかないデータがあるぞ。なんと、電話番号が全角と半角で入力されておる。全部で100人分のデータがあるというのに、これをあと1時間で直すのか。無理じゃ、残業確定じゃん。わしは早く帰って BS の世界犬歩きをリアタイしたいのじゃ。よし、ここは剣スクールの剣の千里様がエクセルの技を使ってパパーッとやっつけてやるのじゃ。さて、まずは住所から都道府県だけを取り出してみるぞ。今回わしが作った関数はこうじゃ。 if 関数の中はコンマで3つに区切られておる。左から順番に、もし住所の4文字目が県と等しければ、セル G2 の左端から4文字分取り出す。そうでなければセル G2 の左端から3文字分取り出すとなっておるのじゃ。少し複雑じゃのう。もし東京都、北海道、大阪府など全て3文字の都道府県しかないのであれば、住所が入っているセルの左端から数えて3文字分取り出すと書くだけでいいのじゃが、これだと神奈川県のような4文字の県だった場合、神奈川までしか取れないのがわかるかの。そこで4文字の県を全て思い浮かべてほしいのじゃ。47都道府県のうち4文字の県は神奈川県、和歌山県、鹿児島県の3つのみ。3つとも最後の文字が県で終わっているのに気づいたじゃろうか。ここがポイントじゃ。もし住所の4文字目が県なら、先頭から4文字分を取り出す。そうでなければ3文字分を取り出すという式なら、3文字の都道府県と4文字の県が混ざっていても問題なく取り出せるはずじゃ。では G2 セルを見るのじゃ。今回は4文字目が県ではないな。つまり4文字目が県と等しいの条件を満たしておらんので、左端から3文字分を取り出して東京都になっているわけじゃ。では G3 セルはどうじゃ。4文字目が県じゃな。4文字目が県と等しいの条件を満たしているので、左端から4文字分を取り出して神奈川県になっておるのじゃ。ここまでわかったかの。あとはこの関数を下まで引っ張ってやると、自動的に都道府県だけが取り出されるのじゃ。どうじゃ、簡単じゃろう。県のちえりチャンネル。都道府県だけを使うならここでおしまいなのじゃが、残った住所には都道府県が残ってしまっているの。次は都道府県以降の住所を取り出してみるのじゃ。ライト関数はさっき使ったレフト関数の逆じゃな。左端ではなく右端から数えるのじゃ。ライト関数の後半部分は住所の総文字数引く都道府県の文字数という意味じゃ。都道府県名が3文字だった場合と4文字だった場合で住所から抜き出したい文字数が変わってくるので、このような書き方をしておるのじゃ。さっきと同じようにこの関数を下まで引っ張ってできたのじゃ。どうじゃ、都道府県と残りの住所がはっきりと分かれたじゃろ。最後に値貼りをするぞ。このままだと他のエクセルシートにセルをコピーする際、関数のまま
ペーストされてしまうのじゃ。実際にやってみると、俺真っ白じゃ。こんな状態で提出してしまったら退勤後に呼び出しされてしまうの。まずはいつものようにコントロール C で住所の行をコピーするじゃろ。そして貼り付けるときにコントロール V ではなくコントロールオルト V を使うのじゃ。形式を選択して貼り付けというウィンドウが出てきたじゃろ。この中から値を選んで貼り付けるのじゃ。上の方にある数式バーを確認すると関数ではなく住所がしっかり表示されておるの。これで問題なしじゃ。剣のちえりチャンネル。ふぅ、これで住所はできたの。残るは郵便番号と電話番号じゃが、住所の説明だけで長くなってしまったので次の動画で説明するぞ。待っててほしいのじゃ。おっと、忘れるところじゃった。チャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローもよろしく頼むぞ。それじゃ次の動画でまた。